はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ヘルナンデス選手の手首の骨折についてお話していきたいなというふうに思ってます。昨日の試合でですね、ヘルナンデス選手はね、フライを補給する際にですね、手首がこう地面にこう引っかかったような形で、グラブがこう引っかかったような形で、手首を、まあ左手首をね、骨折してしまったという、まあ、巨人からするとすごく痛い、ね、出来事がありましたと。で、まあ、その手首に関して言うとですね、まあ、野球において手首っていうのは非常に重要でして、まあ、バッティングをする際にです、際でも、守備でもね、手首っていうのは非常によく使うんで、めちゃくちゃ重要なものなんですね。で、まあその右バッターにおける、まあ、左手首っていうところにおいても、まあリードしていく手の手首なんで、やっぱりある程度やっぱりこう、固定していくというかね、あんまりこう手首が緩すぎるとヘッドが寝たりとかっていう技術的な問題も出てくるので、非常に手首っていうのはバッティングにおいても、守備においてもですね、まあ、野球において言えばめちゃくちゃ重要な部位なんですね。で、映像を見た方はね、わかるかもしれないですけども、少し、ニューヨークヤンキース時代の松井秀喜選手が、手首を怪我した時があったんですけども、それと似たような感じだったんですね。どういうことかっていうと、この自分の体重が全部こう地面にね、グラブが引っかかって、ガーンってこう、いわゆるこっち向けに、こっち向けじゃなくて、こっち向けにガーンって全部がこう、折れ曲がったような形で、少しちょっとこう、手首が、まあ、いわゆる変な方向に曲がったみたいな、事故というかね、怪我だったんで、間違いなく今年中、今季中の復帰っていうのは多分無理だろうなというふうに思いますし、まあ、松井選手も確か4ヶ月か5ヶ月ぐらいかかって復帰したと思いますんで、多分今季中は間違いなく無理だろうなっていうふうに思います。で、ヘルナンデス選手がね、今年入ってきてくれて、まあ、交流戦ぐらいかなから入ってきてくれて、すごくね、打線というか、チームを牽引してくれて、まあ、今の位置にね、ジャイアンツがいるわけですけども、間違いなくね、ヘルナンデス選手の代わりになる選手っていうのは、はっきり言っていないです。はっきり言ってね。うん。みんなでカバーしていくしかないというふうに思います。で、まあ、代役として、浅野選手が昇格してきたっていう、ニュースもね、ありました。で、まあ、浅野選手ね、今は2軍で、まあ、状態がね、結構良かったりとか、しますけども、僕的に、センターで出るのは、オコエ選手が出るのは濃厚じゃないかな、というふうに思うんですね。で、もし、浅野選手が出るんであれば、じゃあなんでもっと先に上げてこうへんかったんやっていう話にもなるんで、うん。僕は大越選手がおそらくスタメンで出ていくんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ主に、ヘルナンデス選手は3番バッターをね、3番を打ってくれることが多かったですけども、打順についてなんですけど、うん、まあすごく難しい。うん。で、ヘルナンデスっていうのは、まあ、いわゆる、まあジャイアンツって言ったら、核みたいな、形でね、機能してくれたわけなんで、その核がいなくなるっていうことは、まあ、その、みんなでカバーしていかないといけないし、まあ、それに劣るようなね、打線に間違いなくなると思いますと。で、その上で、まあ、二パターン僕考えられるのかな、っていうふうに思ってて、どういうことかっていうと、オコエ選手がまあ出ると、センターで出るっていうのは多分おそらく僕の予想ですけども、多分そうだと思うんですよ。で、打順の件に関して言うと、1番丸、2番オコエ、うん、3番吉川。うん。僕、これまず結構あるんちゃうかなと思ってて。まあ、オコエ選手、確かに最近代打でいい場面でね、送られたりとかしてて、ちょっと信頼的なところでどうなのって問題はあるんですけど、僕は非常に、打席数を上げれば、ある程度、結果出してくれそうなね、雰囲気はありますし、もうね、ヘルナンデスがいなくなったことでもう仕方ないと思うんでね、もう仕方ないというか、もう劣るのは仕方ないので、どっちにしろ誰が出ても劣るので、オコエ選手を2番に置く。で、右バッターで、まあ右打ちだったりとか、細かいところもできたりとか、足を使えたりとかっていうところもできるんで、まあ、だけで、打撃の方だけではね、ヘルナンデスには到底及ばないけども、まあ足であったりとか、右打ちであったりとか、そういったところで、まあちょっとずつね、まあ、貢献していくというか、うん、補っていくっていう形になるんちゃうかなと思ってます。で、今状態ね、吉川選手が非常に上がってきてるっていうのがあるので、
僕は、3番に新たな選手を置くっていうよりかは、2番に今座ってる吉川選手を3番に置く方が、バランス的にはいいのかなっていうふうに思ってます。で、もう一パターン考えられるっていうふうに思ってて、モンテスね。うん、モンテス打撃が非常に素晴らしいと僕思ってるんですけど、モンテスをもう守備力目つぶって、ショートで出してしまうっていう。うん、で、打順で言うと、1番ライト丸、2番ショートモンテス、3番、セカンド吉川、4番、レフト岡本、5番ファースト大城、6番、サード坂本、で、7番キャッチャー岸田、8番、センター、まあ、オコエか、まあ、浅野。で、9番ピッチャーみたいな感じでするのも僕ありかなっていうのを思ってて、モンテスね、まあその出てる時、まあ下位打線を打つことが多かったですけども、それは、ヒルナンデスが3番に座っててっていう前提の条件なんで、まあ、打力で言ったらね、モンテスも、まあ、ヘルナンデスに近いぐらいの打力は僕持ってると思いますんで、そういったところで、まあ、その、守備力っていうところは少し確かにね、先日の試合で、動きがワンテンポ、ツーテンポ遅かって、取れる、ゲッツーが取れなかったりとかっていうのがありましたし、ちょっと不安なところはあるんですけども、まあ、ヘルナンデスというところ、打力というところを埋めるんであれば、もうこの打順しか僕はないかなと思うし、モンテス、まあ確かに7番とか打ってて、まあちょっともったいないじゃないけど、まあこれ、いい言い方すれば、この打者が7番にいるっていうのはめちゃくちゃでかいなっていうところ。で、逆を言えば、もうちょい上の打順打たし上げてもいいんじゃないかなっていうところもあったんで、そういった意味でヘルナンデスが今、抜けた今、代わりというか、代役というか、それぐらいの打力を担ってるというかね、持ってるのは僕、モンテスぐらいしかいないかなっていうのを思うので、もう、守備力を少しこう、不安だけど、目つぶって、ショートをモンテスにして、門脇選手もね、ちょっと、昨日もね、複数安打してますし、状態は上がってきてて、ちょっと申し訳ないんだけど、うん、そうやってやっていくっていう手が僕一番いいんじゃないかなって、先ほど言った、オコエを2番に持ってくるか、もうモンテスをもうショートで使って2番に置くかっていうところが、僕は一番いいんじゃないかなというふうに思いますし、まあこれに関してはいろんな意見があると思います。正解なんてないので、まあ安倍監督も今すごく頭を抱えて、悩んでらっしゃると思うんですが、まあやっぱりこう、実際にね、オーダーを組んでみて、その選手がその打順でフィットするのかっていうところを確認しながらやっていかないといけないと思うので、そういった意味で、まあ8月9月ね、すごく重要な戦いが待ってる中、このヘルナンデスの、離脱っていうのはめちゃくちゃ痛いし、もう痛いけど、もうそんな言ってても仕方ないから、若手の選手であったりとか、まあね、普段あんまりチャンスをもらえてなかった選手にとってはめちゃくちゃチャンスだと思うので、逆にね、そういう選手が爆発してくれるっていう可能性も全然あると思いますから、そこはね、悲観的になっても仕方ないと思うので、これからのジャイアンツっていうところをね、精一杯応援していきたいと思いますし、出るね、選手に対して、もっとこうした方がいいんじゃないかとか、もうちょいこういう打順の方がいいんじゃないかとかっていう、ところも僕もね、言っていきたいと思いますんで、ぜひね、今日の動画に関して思うことであったりとか、打順であったりとかっていうところの皆さんのアイデアであったりとか考えをね、コメント欄で教えていただけるとすごく嬉しいです。僕も参考にさせていただきます。はい、てな感じでね、今日は終わってきます。悲しいですけどね、前向いて頑張っていきましょう。てな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。